ルイス・ウェイド・サリバンは、アメリカ合衆国の医師、政治家。モアハウス医科大学院の創設に携わり、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権で5代目アメリカ、合衆国保健福祉長官を務めた。1933年11月3日に、ジョージワ州アトランタにおいて誕生した。サリバンは、生後間もなく、両親と共に、ジョージワ州の地方都市ブレイクリーに移住した。 両親はブレイクリーで仕事に就いたがブレイクリーには教育環境が良好とは言えなかったそのため両親はサリバンを弟のオルターと共にアトランタの知人の家に預けより良い教育の機会を与えたサリバンはアトランタ市内の公立学校で初等教育を受けモアハウス大学へ進学したサリバンは1954年にモアハウス大学を 優等で卒業し、医学の学位を取得した。サリバンは、ボストン大学医科大学院へと進み、1958年に、医学博士号を取得した。サリバンは、内科学及び血液学の専門家として、認定を受けた。サリバンは、ワイル・コーネル医科大学院で1958年から1959年まで、研修医として勤務した。 モアハウス医科大学の学部長として会議に参加するサリバン。左はマーガレット・スペリングス教育長官。サリバンは1960年から1961年までマサチューセッツ総合病院で研究員として勤務した。サリバンは1961年から1964年までハーバード大学医科大学院の総員大工。 記念研究所で研究員として勤務した。サリバンは1963年から1964年までハーバード大学医科大学院で講師を務めた。サリバンは1964年から1966年までシートンホール大学で医学部の准教授を務めた。サリバンは1966年から1975年までボストン大学医科大学院で 血液学及び生理学の教授を務めた。サリーバンは、モアハウス大学の卒業生とともに、医科大学院の設立を試みた。サリーバンは、医科大学院の設立の先頭に立った。1975年、モアハウス大学の一部として、医科大学院が創設された。サリーバンは、モアハウス大学医科大学院で教授となった。1978年、 サリバンはモアハウス大学医科大学院の学部長に任命された。加えてサリバンはモアハウス大学から独立した機関としての医科大学院を創設するための担当部長としても任命を受けた。そして1981年にモアハウス医科大学院が創設されるとサリバンは学長として就任した。イゴサリバンは モアハウス医科大学院の学長を1999年まで務めた。グレート、アメリカンワークアウトの開会式典に参加するサリバン1989年。サリバンはジョージ HW ブッシュ大統領から保健福祉長官として任命を受けた。サリバンはモアハウス医科大学院の学長職を一時的に離れ、 ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領の任期末となる1993年1月20日まで保健福祉長官を務めた。サリーバンは保健福祉長官として保健及び福祉に関する内国行政の管理と食品及び薬品に関する安全性の管理を行った。サリーバンはまた内国民に対する所得安定のためのプログラムや医学研究の推進などを行った。 父親は同名のオルターウェイド・サリバンで葬儀屋を務めていた。母親はリュバーダ・エリザベス・プリースターで教師を務めていた。サリバンは1955年9月30日に弁護士のイブ・ウィリアムソンと結婚した。サリバンはイブとの間に子供を3人設けた。ありがとうございます。